金柑は、ミカン科金柑属の常緑低木の総称である。別名金桔とも言う。果実は小粒で甘酸っぱく、ほろ苦い後味が残るので知られる。中国の長江中流域原産。日本へは中国から伝わり、団地で栽培されている常緑低木。名の由来は、黄金色のみかんの意味から、金柑の中国名が生まれて、日本ではそれを音読みして、金柑となった。俳句では、秋の季語になっている。英語などのカムクワットもしくは、カムクワットは、金柑の広東語読み、ギャム1グワット1に由来する。カール・ツンベルクにより、みかん属に分類され、1784年刊行の日本植物誌において、シトラス・ジャポニカの学名を与えられていたが、1915年に、ウォルター・テニスン・スウィングルにより新属として分割され、ヨーロッパに紹介したロバート・フォーチュンへの県名として新たな学名を与えられた。しかし近年の系統発生解析は、金柑がみかん属の系統に含まれることを示唆している。日本の標準和名金柑と呼ばれる種は、別名で丸実金柑、丸金柑とも呼ばれている。同属には、長金柑、寧波金柑、豆金柑、長寿金柑、金縁の仲間に、唐金柑などがある。一般に栽培されている種が、長金柑と呼ばれるもので、果実が丸いものを、丸金柑という。丸金柑は、樹高が約2メートルで枝に、トゲがあるものとないものがあり、長金柑は、樹高約3メートルで枝に、トゲがない。日本における2010年の収穫量は3732トンであり、その内訳は、宮崎県2604トン、鹿児島県873トン、その他255トンとなっている。果実は食用に、また薬用に用いられ、10から11月頃によく熟した果実が収穫される。果実は果皮ごとあるいは果皮だけ生殖する。皮の中果皮、つまり、柑橘類の皮の白い面状の部分に相当する部分に苦味とともに甘みがある。果肉は酸味が強い。果皮のついたまま甘く煮て、砂糖漬け、蜂蜜漬け、甘露煮にする。甘く煮てから砂糖に漬け、ドライフルーツにすることもある。金柑の砂糖漬けは、果皮に刃物で切れ目を入れて、軽く茹でてから竹串などで種子を除いて、果実量60から 70% ほどの砂糖と水をかぶるほどの鍋に入れてから落とし蓋をして、中火からとろ火で汁がなくなるまで煮詰めた後、陰干しにする。丸金柑、長金柑ともに薬用とされる。果実は民間薬として咳や喉の痛みに効果があるとされ、金柑と称することがある。果実には、いずれの種にも有機酸、糖分約 8%、海分約 0.5% を含み、果皮中には少量のヘスペリジン、精油などを含んでいる。有機酸には制菌作用、ヘスペリジンは毛細血管の血液透過性を増大させたり、抗菌や利尿などにも役立つとされている。また、精油は延髄中枢を刺激して、血液循環を良くして、発汗作用の働きがある。民間療法では、風邪や咳止めに、金柑の砂糖漬けを2から3個カップに入れて、熱湯を注いで飲む方法や、生の果汁をおろし生姜、蜂蜜と一緒にカップに入れて、熱湯を注いで混ぜて飲むなどの方法が知られている。疲労回復や保健に10月頃に変色し始めた果実を焼酎1リットルあたり300グラムの割合で瓶に入れて漬け込み、冷暗所に3ヶ月保存したものを毎日杯一杯ほど飲むと良いと言われている。ただし、手足がいつもほてるような人への連用は避けるべきとされる。観賞用として、庭木として植えられることも多い。剪定に強いので生け垣や鉢植え、盆栽にもできる。広東省や香港では、旧正月を迎える際に、柑橘類の鉢植えを飾ることが多く、金柑も好まれる。金柑属には4から6種が属する。柑橘の分類学者、ウォルター・テニスン・スウィングルが4種、田中長三郎が6種と設定しており、前者は忍法復讐金柑を雑種として種から外している。樹高は2メートルほどになる。枝は分岐が多く、若い枝には短い桟があることがある。葉は固性する。長さは5から7センチメートル、長楕円型で厚みがあり、周囲には浅いノコギリ状葉がある。葉が上側に沿っていることが多い。葉柄には小さな翼があるがないものもある。夏から秋にかけて3から4回、2から3センチメートルほどの白い5弁の花をつける。雌しべは1本、雄しべは20本。花の後には、直径2センチメートルほどの緑色の実をつける。晩秋から冬にかけて実は黄色く熟する。日本への渡来は江戸時代の文政9年のこと。現在の中国浙江省寧波の商船が遠州灘沖で遭難し清水港に寄港した。その際に船員が礼として清水の人に砂糖漬けの金柑の実を送った。その中に入っていた種を植えたところ、やがて実がなり、その実から取った種が日本全国へ広まった。ありがとうございます。